こんにちは、フィフィです。中国で若者の就職難が深刻な状況になっています。中国政府は16歳から24歳までの若者の失業率が14.2%と発表していますが、実際には2人に1人が失業しているのではないかといった情報もあります。 中国は9月が新学期なので6月から7月はちょうど中国の大学の卒業シーズンになります。で中国の今年の卒業生なんですが大学院生を含めて過去最多の1179万人にもなりました。ただ就職内定率はというと約48%と5割以下にとどまっています。 コロナ前は75%だったんですけど、今は半分以下です。特に地方は就職がありません。仕事が見つかっても初任給がとんでもなく低いです。だから仕方なくそのまま大学に残って学生を続ける若者もいます。中国の大学は学費がかなり低いですから、大学に残って就職浪人する若者も多いです。 実は中国政府が発表している若者の失業率の14%というのはこれこうした新卒で仕事の見つからない学生やさらには地方の若者の失業者の数も含まれてはいません昨年中国はしばらく若者の失業率の発表を取りやめてまた再開させましたがこうした数字を低く抑えるため 計算方法や基準を変更してから発表するようになりました。まあ、だから中国政府の発表する雇用統計は現状を反映してはいないし、全く参考になりません。中国では日本のように明確な就活シーズンはなくて、リクルートスーツを着て企業の説明会に行くという習慣もありません。 企業の合同説明会や就職フェアのようなものはありますが、まあ、日本とは違ってみんなが参加するというものではないんですね。企業につてのある教授の研究室を訪ねて相談したり、親の声で企業に話をするという感じです。中国で人気の企業の就職先は、大手銀行や大手石油会社などの国有企業や電話会社、 通信会社その他バイドゥやテンセントファーベイといったグローバル企業ですただそうした企業に就職できるのはごくわずかです中国は人口の割に大手企業の数も少ないので高学歴でも仕事が見つかりません、まあ、そうなると地元に帰って就職を探すか公務員を目指すかといった選択肢になります ただ地方の企業は極端に給料が少ないんですね。ということで今中国では公務員の受験者がこれまでになく増加しています。簡単にリストラされることもないし比較的に安定しているからです。昨年の公務員試験の出願者は過去最多の303万人にもなりました。倍率は77倍です。 しかも最も競争率が激しい職種の倍率は3572倍で、もう宝くじに当たるよりもずっと難しいとまで言われています。ただ中国の公務員は条件がいいわけではありません。給料は高くないし、海外への渡航制限もあったりします。 でも残業がほとんどないし民間企業のように出世競争もないからストレスにもなりません何より景気に左右されないなどの理由から公務員を目指す若者が急増していますまた中国共産党に入る若者も増えました今年中に共産党員が1億人を突破すると見られていますただ誰でも共産党員になれるかというとそうではありません 共産党員になることはまさにエリートの証で選ばれた人だけに許されます。党員資格を得られるのは18歳以上で成績が優秀な人、大体大学の教授から声をかけられるんですが、自分で入党を申請する若者も多いです。論文と 党員からの推薦書などの書類を揃えて共産党に出します。審査を経て、まず予備党員というものになります。1年ほど研修して中国共産党に関する勉強をして、問題がなければ正式に党員になるという、まあ、こういったのが一般的な流れです。ここ数年中国経済は急激に悪くなっていて、 まあ本当にこうしてお話ししているように若者の就職難は深刻ですそれこそ地方の若者は悲惨ですまともな仕事はありません中国政府は今若者の失業者の対策として地方に巨大な農園や工場を次々と作ってはいますがこうした職場は労働環境が特にひどいです 反強制労働のようなもので、かなりの低賃金で働かされます。また不動産バブルが弾けた中国では、地方政府が膨大な不良債権を抱えて財政難に陥っています。まあ、ただ、中国の中央政府は積極的にそれを改善するためには動いていません。というか、あまりに不良債権の規模が大きすぎて、対応できずにいます。もうはっきり言って、 習近平政政権は地方政府を見捨てている状態です外から見える上海や北京など大都市だけをきらびやかに見せて経済がうまく回っているかのようにごまかしているだけです確かに日本で紹介される中国の風景はこうした大都市ばかりでそれを見て中国はすごいなんて思う人もいます。 でも巨大なショッピングモールだって人はまばらです。多くの中国人はもうこれまでのようにお金を使えません。将来に不安しかないからです。100万ドルの夜景以上にギラギラした上海の夜も、あるいは無理してでもそうやって華やかに見せている中国政府の演出、虚像にしか過ぎません。やっていることがまさに北朝鮮です。ハリボテの街を誇っているだけです。 えつい最近も JP モルガンが中国の経済活動は依然として脆弱で不安定であるという分析を出しています。その上で2024年の1年間の成長率の見通しを従来の5.2%から4.7%に引き下げました。これまだそんなにも中国の成長率があるのと思うかもですが JP モルガンは中国政府の発表した数字を元に算出しています。 その中国の出す数字そのものがまず当てになりません。中国の統計データは参考にならないというのは世界経済ではもはや常識になっています。これ中国の数字は参考にはならないけど中国経済が下落傾向にはあるというところに注目したらいいです。ちなみに中国の国家統計局が 7月15日に発表した4月から6月の GDP も4.7%でした。中国は昨年まで経済が急速に悪化する中でもまだ成長率の目標を常に5%以上に設定していたので、まあ、今回、 目標を達成できなかったとということですただ中国の現状を見る限りもとてもじゃないですがの成長率もありえませんおそらくマイナス成長なんじゃないかなんてことも言われています例えばイギリスの「ザ・エコノミスト」にはこんな記事もありました衛星で確認できる夜間の光の量と GDP には関連があるとされているんですが 計測される中国の GDP と中国政府の発表する GDP には大きな差があるのではないかとそんなことを指摘する内容でしたそして今回中国政府は GDP の伸び率が良くないことからホームページ上だけで発表して記者会見は行いませんでした、まあ、記者からの質問にまともに答えることができないからでしょうまた GDP の発表があった日は 共産党の重要会議である三中全会が開かれました。会場には中国共産党万歳なんて言葉が掲げられていましたが、そんなスローガンも虚しいだけです。会議では経済の課題にどのように対処していくのかが注目されましたが、もうこれといった効果的な政策は出ていないようです。今の中国は内需が不足しています。具体的には消費と不動産の状況が悪くなっています。 中国の6月の新築住宅価格は前の年と比べて4.5%も下落していて過去9年間で最も大きな下落率になったと報道されています新築の着工と不動産投資の方も共に10%以上の減少ですもうどう取り繕って経済が順調に回っているように見せたところで中国経済がダメなのは隠しきれていません それでも中国政府はただだその現状に蓋をするだけです。るけでまず不良債権を少しでも改善するなど目の前の課題に向き合って真剣に取り組まない限り中国経済はもうかつての輝き成長を取り戻すことはないでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。 そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。